こんにちは、ハイエンドです。オーバーウォッチ、旧正月イベントのイヤーオブザルースターが始まってたんでね、やってみます。なんかメイちゃんがね、痩せて見えるよ、このメイちゃん。ということでね、なんか新モードのキャプチャーザルースターっていうのがあるんで、出てき新しく新モードとして追加されたんで、まあルールはね、なんかよくあるキャプチャーザフラッグだね。で、すごい久しぶりで、2ヶ月ぶりぐらいなんで、無難なキャラを選んでおきますか。つうことでソルジャー。アインハル、いや、これ結構ね、間空いちゃってて、なんかいろいろ変更が入ったらしいんだけど、もう覚えてないよね。シンメトラが確かめちゃくちゃ強くて、その時に PTR サーバーでちょっと遊んでたのかな。なんかソルジャーもね、ちょっと強くなったって聞いたけど、今回使ってみますか。で、マップがレイコーだわ。これはいつものマップですね。さあ、早速、ヒーラーがいないけど大丈夫か、これは。俺がヒーラーか？ソルジャーはね、回復できるからね。走って回復できて、撃てて、何でもこなせるオールラウンダー。お、シンメトラが罠を仕掛けてますね。奥に、ザリアがいて、ノードホックがいる。味方どこだ？味方が周りにいないが、お、拠点、あ、左から2名行ってて、右に3人、4人か。お、いいね。シンメトラのこのシールド大事。おっと、トレーサー、なんかかっこいい服装のトレーサーを、やっていくが握られてる。おっと、奥に、ノードホック行けそう。あ、回復してますね。シンメトラのシールドの後ろから、マシンガンを、お、いいね。ラインハルト。ラインハルト落ちた？おっと、トレーサーがいる。いや、めんどくせえな、これ。うーし。トレーサーをやっていく。で、ここかな？キャプチャー。ここから取って、で、回復。置いてるんで、みんな回復してくださいね。あ、ちょっときついかな。下がりつつ。おっと、奥のメックをやれるか。メックを剥がして。剥がなかなか、おっと、じゃあここで、フルトを使って。なんで今、どうなんだろうね。一人やって、もう一人やっていく。おっと、なんだあれ。なんだ、ラインハルトに殴られたのか。ああ、なるほどね。同じじゃねえか。ちょっと仕切り直しですね。つか、なんでさっきあんなに上に飛んでったのかわかんなかったけど。味方が、一人、二人、奥の方にいますね。ちょっと援護、早めに駆けつけて援護してあげたい。ソルジャーはね、走れるんでね。このスピードを生かして、前線に立って、勢いつく。これはちょっときついな。3対1でボコられたぞ。ラインハルトさんがボコられてましたね。で、豚はちょっと相性が悪いんで、チェインフックにだけは当たりたくない。お、ザリア、いけんじゃないか、これ。あー、逃げちゃった。いいとこで逃げてく。いい引きがですね。もう結構前線が上がってるんでね、ここで。じわじわとやっていきますか。と、ラインハルトがザリアを引き潰す。いや、縦、ちょっとヒビ入ってるんで削っていきたい。一人いないな。味方は？おっと、もう一人死んでる。ちょっとこれはまずいか。あ、これはもう死んだ方がいいっすね。ちょっと一回死んで仕切り直しましょう。ちょっと味方がね、味方の位置をもうちょっと把握しておかないと。孤立しちゃいますね。こんな感じで。おっと、ここでウルトが溜まった。報告をして、味方がやられちゃいましたね。ラインハルトか、もしかして。おっと、ザリアが単独で来ているので、俺はいけれない。あー、厳しい。回復して、おっと、今、トレーサーがいましたね。後ろかな？来てるかな？ちょっとトレーサーがいそうなんで、ここで。あ、いた。後ろから回ってきますね、あれは。ちょっと、守っておきます。おっと、遥か後ろに。めっちゃスピードしてるよ。戻ってったか。さて、味方が集まってきたんで、そろそろ攻めていきますか。0対0なんでね。0対0で3分半。おっと、あのザリア。あ、ミリ殺ししたい。押し、倒していく。ロドク倒して、ザリアをやって。お、いいね。ラインハルトも倒したかな。シンメトラがいる。おっと、直撃したぞ。これはいけんじゃないか。
おお、新メトラを倒して、後ろやべえな。これちょっとかわさなきゃ。あと左になんかネックの中身が。お、キャプチャーできんじゃないですか、これ。お、取ったぞ。お、ここで相手のザリアのウルタが刺さってしまう。あれきついね。どうだ、味方は？あ、落としちゃったか。落としちゃいましたか。これで0対0。あ、結構いい勝負ですね。お互いに一歩も旗を取れないっていうね。味方二人やって、ザリアが単独でこっち来てるけど、大丈夫なのか、あれは。どんどん入ってくるな、こいつ。どんどん、お、ミリだぞ、やれんじゃないの、あれ。リロードして、なんであんな単独で突っ込んできたんだ。さて、ちょっと、ギリギリになっちゃったんで、ミリミリってなんだよ。回復して、味方が揃ってきたんで、そろそろ、お、トレーサーが落下死したか。ラインハルトは一人でやってくる。あれはもう完全に蜂の巣ですね。で、ネックが結構相手がね、もう、バラバラに動いてるんでね。これは負けることはないと思います。ネックを剥がして、中身をやっていく。しっかりと落としていく。アーマーいただきます。で、奥に、またザリアがいますね。で、こっちのカウボーイちゃんが、前線立ってくれてるんで、少しずつ距離を詰めていく。ラインハルトの盾の後ろから、マシンガン強くなったね。なんか豚に撃ってて思ったんだけど、おー、いてめっちゃ食らった。何あれ、ウルト食らったのか、豚の。めっちゃ痛いんだけど、これ。うわー、すげータイミング。超ぶっ放しでしょ。ちょっとな、ウルトの使いどころがなかなか、相手の盾をな、潰さないと使えないんで、ちょっとね、厳しいっすね。で、0対0。1分を切ったんで、これはまずいな。もう、よし。左側から攻めて。おっと、ザリア、ミリア、あいつを必ず殺す。ほら、死ね。よし。どうすっかな。あー、中身。メックの中身をサクッと倒して。左から攻めていきますか。左から攻めてって、上から。おお、トレーサーちゃんですね。おっと、やばい。どこに行ったかわからん。もっと痛い。なんだこれ、タイマンカーボッシュして。タイマン、負けないっすよ。30秒、やばいな。やばい。ちょっとね、上から回って、ウルトをぶっ放していきますか。できれば後ろから、お、いい。やばい、メックがいるよ。メックに見つかったらまずいな。ちょっと下から入って、あ、ここいいね、ここだ。よーし。一人二人やって、で、そのまま、旗を取りたい。俺は旗を取れればいい。トレーサー下がれば。さっき怠慢で負けただろ、お前。触っといた方がいい。ちょっとなかなか取れねえな。よし、取った。よし、帰ろう。これでもうあと走って、自陣に旗を置けば勝ちっすね。おお、なんでお前、そこから出てくんの？頼む。ああ、やれた。でも味方、よろしく。あのメックを倒してくれれば、いけるんじゃないですかね。今、どっから出てきてんだよ。すげえとこから出てきたよ。お、いいね、ナイス。カウボーイちゃんナイス。おー、いいね。名前忘れちゃうわ、あのカウボーイちゃんの名前。名前が出てこないけど。いや、これ勝ちましたね。さすが。旗をね、バトンのように持ってってくれました。ありがとうございます、カウボーイちゃん。なんつんだっけ？マクリーだ。今出てきた。もうね、POG はラインハルドが取ってきましたね。どこだ、これは。おー、すげえ。ここか。全員蹴散らして、突っ込んで。で、俺が後ろから撃っていくと。いいっすね。最高の連携ですね。ということでね、キャプチャーザ、フラッグじゃねえ、ルースターか。ちょっとやってみました。ギリギリのところで勝てたんでね、すごい面白かったっすね。以上です。おぉ、メダル結構、金メダル4つも取ってるな。あ、味方のおかげですね。このゲーム連携プレイが肝なんで、やっぱ連携してなんぼですね。